はい、本日は湘南紬助産院の安藤千秋様にお話を伺いたいと思います。安藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあまず一つ目ですね。安藤さん、どのような夢、ビジョンをお持ちかお聞かせいただけますか？私はお産をポジティブに語れる女性が増える社会を一応、目標としているというか、そういう世の中になったら素敵だなと思って活動しています。はい、で、そう思うようになったきっかけっていうのは、やっぱり日本の人口が、出産数がどんどん減っていて、で、2019年かな、87万人生まれてたのが、2022年は80万を切ってきたよっていうことで、みんなが、すごく減ってきたねってびっくりしているところで、これから先もやっぱりちょっと減少傾向になるところをみんな危惧していて、なんとかそこに歯止めをかけたいって思ってると思うんですけど、で、そこにはいろんな方法で介入ができるかなと思ってるんですが、私はその中の一つにやっぱりこう、女性がなんか、ね、すごくお産ってやっぱり大変なことですけど、頑張ってすごくいいお産だったよって思えると、また次行ってみたいなにつながっていくかなと思うので、はい、お産をポジティブに語れる女性がどんどん増える世の中にしていきたいなと思っていま素晴らしいですね。お産、やっぱ大変そうだしとか、ね、体にも負担がありそうだしとか、まあよね、ね。経済面もね、大変そうだしとか、いろんなこと考えちゃうから。多分やっぱりこういろんな情報があふれている中で、なんかやっぱりこう怖いなとか痛いなっていうイメージがすごく先行していると思うんですね。それによってこう、じゃあどうやって産もうかなって今皆さん選択されていると思うんですけど、産む場所はいろいろあると思うんですよね。病院やクリニックとか助産院とか自宅とか、本当に探してみたらいろんな方法があって、産み方もその経血分娩って言われる方法で、自然なタイミングで産む方法と、あとは経核分娩とか、無痛分娩、ちょっと医療の力を借りて産む方法と、帝王切開って産む方法といろいろあるんですけど、自然で産むだけじゃなくて、それでこう医療の介入が必要な、ね、方もいらっしゃるので、そういうお産であっても、妊娠中からの準備の仕方によっては、すごくいいお産ができたよっていうふうになってくるだろうなって思うので、ぜひなんか、お願いして、そういう、こう、例えば、無痛分娩とか、帝王切開だと、どうしてもなんか、お任せするみたいな意識になりがちかなって思うんですけど、そこをなんか任せるだけじゃなくて、ご自分でもなんかこう、こんな風に産んでみようって思っていただくだけで、祈祷さんって変わるんじゃないかなと思うので、はい、そういう風にこう、ちょっと頑張った先に、はい、いいお産ができたなって思える女性が増えたらいいなと。なるほど。さすがですね。今、なんか、歌ってるだけでも、なんか、本当に、こう、なんかね、自然が絶対にいいんだっていう人もね、もちろんいらっしゃるでしょうし、それは、やっぱりもうちょっと、なんか、医療の、こう、サポートもありつつ、なんかこう、そっちの方が安心っておっしゃられる方も、やっぱり、いろんな本当に選択をされたい方がいると思うので、なんかそういうのを、そうやって教えていただいて、なんか選択肢がすごく広がること自体が、一つすごい安心にね、なんか今つながるなって、はい、聞いてて思いました。なんかやっぱり医療の力が必要な方もいらっしゃるので、はい、そういう方もやっぱり、ね、いいお産していただきたいなって思うので。なるほど。ありがとうございます。私ね、産んでないんですけど、なんか、そのね、どうしようって思っている頃に、そんなお話を伺えたら、すごい良かったなってね、なんかちょっと思いましたね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、そのお産をポジティブに感じられる女性を、はい、増やしたいっていう、はい、そんな夢になるんですけども、そちらを具現化するために、どんな目標計画を立てていらっしゃいますか？やっぱりそのためには妊娠中からの準備が必要で、でやっぱり女性が1人で準備しようと思うとなかなか難しいところがあるかなと思います。でやっぱり病院とかクリニックで検診するときは先生は、ね、ちゃんとこう女性と赤ちゃんが健康に順調に経過しているよっていうところは見てくださっていて、であとはやっぱりこう自分でちょっと頑張って準備しないといけないところがあるかなと思うんですけど、そこにこう信頼できる助産師と妊娠中からつながって一緒にこう目標に向かって準備をしていけたら、それはすごく心強いことなのかなと思っていて、で、前助産師っていう言葉があるんですけど、
私は地域のかかりつけ助産師みたいな存在かなと思っていて、で、地域にやっぱりこう活動している助産師がたくさんいるので、ぜひそういう助産師とつながって、妊娠中から一緒に準備をして、で産後もやっぱり必要な時には相談できたりとか、気を受けながら過ごしていける、そういう、こう継続してケアが受けれると女性の皆さんもっと安心して出産や育児に入っていけるかなと思って、はい、そのマイ助産師って言葉がもっとこう浸透した社会をまずは目標としてやっていきたいなと思っています。なるほど。じゃあその病院との行き来だけではなくて、はい、そのなんかそこでは補えないようなところを補っていただけるような感じなんですかね。はい、心強いですね。なんか私ちょっと先ほどまたねホームページを見させていただいていて、お父さんパパさんのねなんかサポートとかもされているんですか。パパサロンのことですかね。パパサロン、はいはい。パパも初めての方とか何人かお子さんいらっしゃる方とかいろんな方がいらっしゃると思うんですけど、今育休も始まって結構パパがお家で子育てに以前よりももっとがっつりと関わっている方が多いかなと思っていて、でもパパたち同士ってあまりこうお話しする機会がなかったりするんですよね。でそういう中で他の方どんな風に子育てしているのかなって聞いてみると、いろんな方法があって、であそれいいアイデアだねっていうところの気づきがあったりとか、自分はまたもうちょっとこういうところ工夫できそうだなみたいに思う方もいらっしゃって、パパ同士のお話ってすごく聞いててまた私も勉強になるところがあるんですよね、はい、なのでそういうパパ同士のコミュニケーションの場もどんどん広がっていったらいいかなと思って、はい、やってます。ああなるほど。それはやっぱりその現実的に今なんかまさに困っていたりとか、今ねどうやってやればいいんだろうっていうふうに思っているところに相談がね、いろんな同じ立場の方と相談ができる場所があるっていうのはすごくなんか心強いですよね。なんかやっぱり一人目を育ててらっしゃる方は次の子さん授かるタイミングとか、あとは二人目の育児って、うん、でこれからこう未知の世界に入っていくのでみんなどうやってやってるのかなみたいなところがなんか聞けるとちょっとああなるほどみたいに思えて、でなんかそこがまた安心にもつながったりしてるんだなっていうのが、うん、はい、お話聞いてると思います。はい、ありがとうございます。いろんな、そうですね、橋渡以外にもねいろんな形でサポートをされているんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ3つ目の質問に行きますね。じゃあその、目標計画に対して現在どんな活動指針を持ってどんな基本活動をされていますか。ちょっとね堅苦しいんですけど、まあ、大切にされていることとかあったら教えていただけたらと思います。私はやっぱりこう妊娠中から継続してケアして、なるべく女性の方が安心して出産子育てをしていただきたいなと思っているので、まずはそこを柱にしていて産前産後のケアに特化したことをやっています。はい、で、そうですね、妊娠中から準備していただくのはママだけじゃなくて、やっぱりご家族の皆さんで同じ目標に向かって準備していけると女性がやっぱりすごい心強いんですよね。パパと同じ気持ちで赤ちゃんを迎えることを楽しみにしてくれたりとか準備してくれるっていうのはすごく心強く、やっぱりそれが後押しをしてくれてお産の頑張る力になっていくなと思うので、産前に何回かこうマタニティクラスをさせていただくのも、パパにも同席してもらって、上の子さんが入ってくることもあるんですけど、赤ちゃんの様子を見てもらったり、こんな風に赤ちゃん生まれてくるよ、パパがこんな風にサポートしてくれるとママはすごく安心してお産に臨んでいけますよみたいなところを具体的にやっていくので、はい、そうすると皆さん結構イメージが湧きやすかったりして、まあ、立ち会いできるできないはその施設によって違うんですけれども、やっぱり知っておいていただくことってすごく大事かなと思っているので、はい、妊娠中からそこをしっかりとパパにも参加していただいて、はい、やってもらってます。で、産後も、はい、ケアしています。はい、なるほど。やっぱりでも旦那さんのサポートってすごい大事ですよね、きっと。中には一人で産みたい方もやっぱりいらっしゃる、集中して。あ、本当ですか。はい、って方もいらっしゃる。それもそれですごくいいと思ってて、もうぜひ、その時の自分のままに慣れたらそれはすごく素敵なことだなと思ってるので、はい、その女性が一番望む方法でお産できたらいいなと思ってるんですけど、でもやっぱりお産ってすごく
大変なことをママと赤ちゃんはしているので、ぜひパパにもこんな風に頑張っているんだよってところは知っててもらうといいかなと思って。でも中にはね、なんか忙しすぎてとか言って、なかなか協力がっていう、ね、方もいらっしゃったりもするんですかね。そうですね、なんかこう、多分想像しにくいと思うんですよね。ママのお腹はどんどん大きくなっているけど、お腹の中に赤ちゃんがどんな風にいるかなっていうのって見えないんで、どうしても、はい、で今は結構施設によるかなと思うんですけど、検診はママだけで行くところがまだ多いかなと思ってて、コロナ明けで、コロナ前は多分ご主人さんも一緒に検診に行って赤ちゃんの様子とか一緒に見ることができたと思うんですけど、今はやっぱりこうお一人で検診に行く機会がどうしても多いので、なおさらこうパパが赤ちゃんをこう感じる瞬間って減っているのかなと。だからそういう中でパパたちも一生懸命頑張ってらっしゃると思うんですけど、よりやっぱりこうお腹の赤ちゃんをパパにいっぱい感じてもらって、ああなんか可愛いな、愛おしいな、楽しみだなって思っていただけたら、もうそれだけで全然変わってくるのかなと思ってます。なるほど。そういうね、なんかエネルギーとかそういうのが伝わったり、言葉とかもね、実際にはもう聞こえているんじゃないかなと思いますもんね、赤ちゃんにね。この赤ちゃんもよく聞いてるので。あ、やっぱり聞いてるんですね。そうなんです。パパの声いっぱい届けていただきたいなと思います。じゃあ声かけしたりとかすごく重要そうですね。やっぱりね、はい、この間ですね、やっぱ声をかけてくれると、妊娠してるね、女性が、私も知人がいるんですけれども、お腹に声をかけてもらうとすごく安心するってなんか言ってましたね。そうだと思います。そうやってこうパパがお腹の赤ちゃんに触ってくれたり声をかけてくれる姿ってママにとってもすごく嬉しい時間だろうなと思って、心強いと思います、女性が本当に。なるほど。いや、なんかそんなね、なんかそんな幸せな状態っていうのをやっぱり作っていくっていうことでもね、なんかサポートされているんだなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは4つ目の質問ですね。そもそもその、お子さんをポジティブに掲げる女性を、考えられる女性を増やしたいというところだったんですけれども、その夢ビジョンを持ったきっかけは何ですか？そこにはどんな発見や出会いがあったのでしょうか？はい、ちょっとコロナがやっぱり大きな影響だったかなと思うんですけど、はい、私はお産ができる助産院でお仕事させてもらいながら、クリニックでもお手伝いをお仕事させてもらってたんですけど、やっぱりこう産前のクラスが一気になくなっていた時に、お産の時にすごくやっぱり不安が強そうな女性が増えてきた印象だったんですね。で、そのままお産もちょっとなんか大変そうなお産だったりして、で生まれた後やっぱりこう何のこう、クラスも受けないまま育児に入っていくと、赤ちゃん触るのもどうしたらいいんだろう、泣いてるけど私はどうしたらいいんだろうみたいな風に見える女性が増えてきていて、でやっぱり妊娠中のクラスがそこでまず大事だなって思ったんですけど、はい、でやっぱりお産の体験によってその後の産後の過ごし方って実はすごく変わってくるんじゃないかなっていうのを、そういうお子さんだったりとか地域でお仕事していく中ですごく感じてきたので、やっぱりお産って女性にとってもすごくかけがえのない体験で、お産によってやっぱり産後も変わってくるのかなと思った時に、お産をやっぱりポジティブに表現できる女性が増えることがまずは大事なのかなと思いました。なるほど。コロナをきっかけにそこまでなんかやっぱり変化があったんですね。そうですね、なんか、すごくよく見えてきた時期だったのかなと思います。ちょっと前から多分あったんでしょうけど、そこはやっぱりすごく大きな、転換期としてあったんじゃないかなと。なかなか直接にこう関われるそのなんか時間とか、なんだろう、そういうことができなくなっていったってことですよね、コロナ。そうですね、それは大変でしたね。女性の皆さんが本当に大変だったと思う。不安ですよね。と思います、すごく不安で、お得な中を産された方が多いんじゃないかなと。
ああ、うん。なるほど。でもそのような中で、じゃあ、2020年でしたよね、立ち上げられたのっていうのが。はい。その時っていうのは、ある意味あれなんですか、そのコロナ禍でも、実際に、ご自宅に行ってとか、直接に、なんですか、サポートしてあげるとかっていうことは、もうされていた感じだったんですか？そうですね、はい、やっぱり病院とか、女性、病院とかクリニックで産む方ほど、やっぱり産前の準備がうまくできない環境になっていたので、京都の両親学級とかもお休みになっていたりとか、お産する施設でのそういうクラスもちょっとお休みになっていたので、ちょっとなるべく早く動きたいなっていうのがあって。活動を始めて、まあ、オンラインで遠方の方とかは本当オンラインでまたインテクラスをやったりだとか、なるほど。しご自宅に行っても大丈夫な方はご自宅に行かせていただいて、またインテクラスとかケアをさせていただきます。そうなんですね。ものすごく心強いサポートですよね、その時の。そうなっていただけたらいいなと思って。ありがとうございます。それでは、最後ですね、発見と出会いの背景には何があったのですかっていうところになるんですけれども、やっぱりもうね、今、湘南つむぎ助産院を立ち上げるっていうところ、いくらそういうことをね、問題意識を感じたとしても、立ち上げるっていうところまではいかない方もいっぱいいると思うんですよね。でも、そこをしっかりもうね、意思を持って立ち上げられたっていうところには、さらにね、どんな背景があったのかっていうのをちょっとお伺いできますか？根っこにはきっと自分自身の出産の体験があって、私は1人目を自宅出産しようと思っていたんですけれども、もう、まあ、助産師だからなんとかなるかみたいな感じで、準備不足だったんですよね、本当に。気持ちの準備も今思えば足りてなかったし、体の準備もそんなにちゃんとできないまま自宅出産に臨んでみて、で、なかなか進まなかったりで、結局はうまくいかなくて、自分が働いてた病院に戻って、そこでお産をしたんですけれども、まあ、そんなにこう医療のお手伝いはいらない感じで、こう自分の力でなんとか産むことはできたんですけれども、その時に、ああ、できなかったな。自分がこうやりたいお産に全然ならなかったなっていう後悔がやっぱりありました。で、そこをやっぱりこう振り返ってみたら、自分のやっぱり準備不足がすごく大きかったなっていうのがあって、で、やっぱり妊娠中にもっと心構えとか体作りをしてたら、自分が望むようなお産ができたのかなっていうのがあって、それはずっと多分あったんですね、私の根本にあったので、で、そういう女性を減らしたいな、なるべくもう準備の仕方によって本当にお産って変わっていくから、そこさえ頑張ったらいいんだってところを伝えていきたいなと思って、それが多分大きな原動力にもつながっていたかなと思います。そんなに準備でそんなに変わるんですね。変わるなと、それはやっぱりお産のサポートさせていく中、いただく中で、すごく呼吸が上手で体の力をうまく抜く方がたまにいらっしゃるんですよね。すごいなと思って、無駄にこう力が入りすぎずに、スムーズなお産をされていく方に大体聞いてみると、皆さんやっぱりお産は呼吸だから、妊娠中から呼吸の準備すごく頑張ったっていう方がやっぱり多くて、ああ、そう、やっぱり呼吸の準備とか、そうやって妊娠中からやっぱり準備されてたんだなって、はい、思うこともすごくあったので、準備の仕方で全然変わってくるなっていうのは、サポートさせていただけても思います。ありがとうございます。いや、すごくそこをなんかそこさえっていうかね、そこさえなのか、もういっぱいいっぱいっていうかね、そこをさえ、ポイントを押さえてればっていうところを、なんかね、前助産師さんのね、安藤さんにサポートしていただけたら、すごく本当に安心のね、なんか出産ができるんだなっていうのを、なんかすごく聞いてて感じましたね。ありがとうございます。はい。りがとうございます。じゃあ最後にですね、今、ご視聴されている皆さんに、ぜひメッセージを一言お願いできますか？はい、
私は今地域でお仕事させていただいていて、産前産後に特化したケアを行っています。で、私の本当目標はお産をポジティブに語れる女性が増える世の中を作っていきたいって思っているんですけれども、ぜひ病院とかクリニックでご出産される方も、無痛分娩や帝王切開でご出産される方も、ご自分の、気持ちの持ちようで本当にお産って全然違うものに変わってくると思うんです。お任せじゃなくて、ぜひ自分で産んだって思える体験をしていただきたいなと思っていて、そのためにはやっぱり妊娠中の準備ってすごく大事だなと思うので、ぜひ信頼できる助産師の方とつながって妊娠中から準備をして本当にいいお産をしていただきたいなと思います。はい、皆さんのことを心から応援していますので、はい、頑張ってください。私もできるサポートがあればぜひさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、本当にね、お産をポジティブに語れる女性が増えたらすごい未来が明るいですね。はい、と思います。はい、ありがとうございます。じゃあ今日は、湘南つむぎ助産院の安藤千秋様にお話を伺いました。安藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。